中のエンジンの音は結構いいですね。高速でもゆっくりするものを加速しますよね。なんていうか急速ミッションですからね。トルクベクターに効いてるね。あんま効きますか。持ち上がり加速時に、はい、ソーダを抜いてる方向に引っ張ろうとする力が大きい。あ、基本タイヤは縦方向大好き。縦方向の力を使ったのコーナリングができるようになるので、で静かに素手で歩いてもじゃないですか。車って面白くて、あまりにもドライバーにインフォメーションを与えないと、それでね、ドライバーは不安になる。そういう意味では、UMB のクラッチの音とか、プロペラションとか、トランスミッションとか、デッキとか、いろんな音が聞こえてくると、リスナー安心するんで。GTR の場合は NSX と違うのは、NSX はフロントに引っ張ろうとするから、そうか、GTR の場合はリアを、リアも後ろ、そうですね。そうですね、そうですね。これ結構明確に違いますね。そうです。要はドライバーがマニュアル操作をしたり、狙ってここでシフトアップしたいとか、ここでシフトアップしたいとか、必ずドライバーはあるとか、ちゃんと意思通りに変わってくれるかどうかっていうのは、多分 GTR の素直な。山野哲也です。今回初めてホンダ NSX を一般公道で試乗をしてみました。それから日産 GTR ですも、この車も一般公道で同じように走ってみました。その2台の性格は大きく違ったということがよく分かりました。そしてサーキット、ドライのサーキットでニスモ、それから基準車、GTR、 この2台をアタックしてみました。その性格もそれぞれ違いがはっきりと出ました。詳しくは本誌の方をぜひご覧ください。